さあ、夢を胸に臨んだワールドチャンピオンシップは見事1回戦で PK 戦で負けました。 PK 戦弱いですね、やっぱりね。うちは PK 戦に弱すぎる。なぜこんな PK 戦弱いんだろう。うち誰も決めれないもんな、 PK 戦。どうにかして決めれてほしいんだけど、 PK なんでこんなに弱い。メンタルなのかな、 PK。 そんな気がするな。1回戦、あ、ベレスが優勝した。優勝チームに負けたんだね。じゃあ納得いきますわ。いや、ワールドチャンピオンシップ1位取らなきゃいけないんだけどな。こうなっていくといよいよあれだよ、来シーズンのワールドチャンピオンシップまで全部カットする可能性もちょっとあるよもう見せる必要がないからね、レギュラーシーズン。そうなってくるとそういう英断を下すこともね、多々ありますよ、やっぱり。今後もうこういうもうニューイヤーカップなんか見ないですよ、もうね。見ない見ない、もう全然見ないですよ、これ。その可能性は十二分にあり得ると今現在ちょっと宣言しておきたいですね。もうワールドチャンピオンシップぐらいしかもう正直今やりたいことがないですから。そうなってくるともうかなりもうワールドチャンピオンシップ編って目打ってやる可能性もありますね、うん。そうなるとあれだね、誰がチームに入ったのか誰がチームに入ってないのか分かんなくなってくるね。ん？アブドゥルカリーム、なんだこれなんだこいつ、気持ち悪いな、気持ち悪すぎるな。ここは本当にクラブハウスなのか。随分と質素な建物だから。あれどちら様ですか。お、これは可愛らしいレディーだ。私の名はアブドゥルカリーム、ドバイの石油。おすごい、ドバイの石油。ドバイの石油何しに来たの。私がアルダラムの新たな代表になった。え、アルダラムの代表。え、アルダラム俺知らないんだけど。お金が余っているのでな、サッカーのクラブの買収しようと考えたの。へえ。そこでアルダラムに目をつけたわけ。なるほどね。今の成績は決して良くないが、これから先強力な補強を行って上昇軍団になることは間違いない。でもお金だけはサッカーではないと思う。レディーはそう考えるからね。まあいい、そのうち分かることだろう。資金力を持つければこそ最強のクラブになることだな。ではさらばだ。はあ、ははあ。なんでうちに来たんだろう。ドバイの石油を来たよ、なんか。10億ぐらい置いてけよ。入場料10億円だ、うちは。うちは入場料10億円だ、払ってけ。おい、ドバイの石油なんだろ、10億円ぐらい払ってけうちはドバイの石油だぞ。ドバイの石油にはね、金をむしり取りたいと思ってんだよ、うちは。さあ、有能な選手って言ったけど、シャモート以外取ろうという気になんないからな。いいかな、とりあえずこれで。うん、ジャンボするとさようならまた2度目のさようなら。強化指定選手どうしようかな。通用よりも対等に戦える選手がいいよ。じゃあこのロシアの特攻隊長に身を任せよう。なんか分かんないけど石油が来たな。1回門をくぐることに10億円だから、来て帰るから20億ですね。もうワールドチャンピオンシップ負けたから抜け殻だよ、うちは。サンフレッチェの試合を見ようと思わない。抜け殻です。もし裏が来ても多分見ないです。よし。ありがとう。いやー、勝った勝った。サンフレッチェに勝ちました。負けねえよ、もう。次が、レッツか。はいはい。列も負けない、列も負けない。負ける気がしない。もうワールドチャンピオンシップ PK で負けてからやる気が起きないんだ。サッカーを見ようっていう。早くスタジアムできねえかな、大きいなの。はい。さすがに勝てんべえもん。よし。もう浦和のライバルと見ない、俺は。勝てる。勝てます、勝てます。勝てますわ。ほら、オッケー。もう世界を相手にしてるんだ俺は。浦和じゃない、浦和でも広島でもない、世界を相手にしてる。もう負けない、日本ではもう負けない。いくらマネージャーに吉尾ちゃんって言われててももう負けない。吉尾ちゃんってね、あんた何をやってなるけどね、示しがつかないからね、周りの人間にね。
愛人なのかなって思われちゃう。はい、アルビレックス。おい。どうだ ?PK 戦か?危ねえぞ、PK 戦は。本当に PK 戦いきそうだな。あ、ま、あ。負けたー、ニューイヤーカップ、負けたー。準決勝に負けました。負けました。久々に負けました。日本のクラブチームに。やっぱアルビレックスになんかちょっと強いなっていう認識あるな。そこで中山怒るイベントじゃないか、これ。ああ、平山怒ってる。おい、平山俊彦。おい、平山俊彦。お前、なんか、全力でやってないんじゃないかって。本名で怒られてる、怖い。本名で怒られたら怖いもんね。カサリスと中原のコンビネーションが悪いと。9年目に渋谷気づいたか。9年かかったか。さあ、ここで10年目に入ります。ベスト4でした。今回の成長糸口もないよ。ないない、掴んでない掴んでない。さあ、ベスト11とか見ますか。誰が1位で、誰が2位なの教えてちょうだいな。はい、今月も終わりですね。収支報告させていただきます。まあ5億近く稼いでますね。さあ、もうあとはもうベスト11、まあ多分庄司が取ってると思うんだよね。2年連続か、そうなると2年連続で取る可能性あるな。うん、 J1 出席しましょう。さすがに優勝したからベスト11ちょっとは来るだろう。得点王はゼコだろ。新人王バーツだろ。知ってる知ってる。アシストは森崎。はい、新人王はバート。なんでなんだろうな。もうこれ、もう俺分かってるから言うけど、おかしいよこれ。何この新人をずっとバートが取り続けるバグ。バート。なんでこれ。マジ何なのこれ。バートがずっと取り続けるやつ。庄司。あ、庄司出た。何なんだろうこのバグ。大阪庄司があった。バートがずっと新人を取り続けるんだよな。何だろうこのゲーム。何のゲームなんだよこれ。ゼコ、石原、内からディフェンダー2人でした。 MVP は石原、おめでとうございます。新人王取れる気がしない。もうバートをどっかに飛ばすしかないな。リカルド・アルバレス、バートをどっかに飛ばすしかねえな、マジで。新人をずっと取り続けるバグ、マジでどうにか早く解消してくんねえかな。成長の糸口。うん、となるとこれ2年連続なのかな。池本じゃない、庄司。そんな気がするね。でも知名度ゼロなんだね。ベストイレブンに選ばれてるのに知名度はゼロです。不思議な子って。 J1 の1年間の収支20億円。まあ最後の方にね、スタジアム建設したんで、その分がありますね。70億くらいは。契約満了退任させていただきます。そうだな、そろそろじゃあ返還期かな。この間さ、ローラがすげえ可愛いなと思ってさ、ローラがこの間すげえ可愛かったのよ。テレビ見てたら。ちょっと、あやかちゃんで。延長してくださるのありがとうな。いやいや、もうそらしますよ、そら。延長。はい、興行収入アップさせ、よいしょ。公約は S か、どうだ C S S B。 コアサポーターがすごい勢いで増える。あ、1000人増えた、すごいね。5000人超えたね、コアサポーターね。よしよし、順調ですね。他の監督から、他のクラブからオファーが来ていますか。来ません。それだとにもう骨を薄める格好です。来年のスポンサー契約、そうですね、一番が快楽なんで、快楽エンターテインメントだから、
2つ目を考えなきゃな。エアートラベル、海外ユース料を設置することが可能になります。クラブハウス施設か。クラブハウス施設もな、まあ、てか純粋に金いいからそれやるか。大幅に強化されるドイツ、いいね。クロアチアに本社があるため、東ヨーロッパへのコネクションは絶大、絶大らしい。絶大やから行こうか。どうしようかな。3年契約で9000万っていうのがちょっと怖いんだよな。全然まだうちの感じだったら2億とかいきそうだからあんまり、むしろ6000万ぐらいの方がちょうどいいんだしね。 OK です。17億円。さあ契約か。任せろ、全部俺にやらせろ全部俺がやる。じゃあまず川口から。まあもう彼は素質がすごいですから、他人と距離を置いてる、任せなさい。はいはい、単年契約で何千万、480万、480万、いいね。じゃあ480万、500万出しもよかったかな。 OK、 OK です。中性度上げるために500万でもよかったかもしれない。さあスター平山、1700万、今期勝負強いとか見てみたいと。あんまそういうポジションじゃないと思うけどさあ今期年俸は1700万や。単年契約、はい、1億。おっと、大幅に来たね。1700万からですから、ちょっと7000万ぐらいで抑えたいな。1700万ですよ。さあ勝負強いとか見てみたかったな。ということはこれかな。これもすればいいし、多分勝負強いでこれいけるはず。いけた。さあ1700万から7000万円の大幅アップ。腰がボキボキな。さあ次大阪か。まあベストに取ってくからな。現在何万円だった、わかんねえな。まあ間違いなく大幅アップは間違いないでしょ、現状からすると。単年契約、はい OK。 1億9300万円。まあ9500万くらい上げて、ちょっと修正度をちょっと上げようかな。はい、もううちももう、あ、上がらないんだ、こんだけやったら。クソ。さあ1400万円から池本君はどんだけアップさせられるか。まあ全然ね、庄司、まあ庄司大阪っていう2人がベストナインとってるけど、池本もね全然頑張ってるからね。さあ1400万円からどんぐらいアップするか。4300万。いやもう4500万ぐらいあげようよ。いいよいいよ、あげちゃうあげちゃう。大幅 J1 優勝しましたしね、やっぱりね。 J… あ、中性度上がんねえな。中性度全然上がんない。さあミクリア君、ミクリア君はまあ移籍というか加入して1年目ですから、単年契約ね。はいはい、2億、えもうこれはちょっと、これちょっと違うわこれちょっと違いますね。これちょっとアミ君と同じ匂いがしますね、これね。ちょっとあなたはまだ何を考えてるのか分かんないですね。何を考えてるのか分かんない。他人と距離を置いてるね。これが一番伸びるかな。何を考えてるんだろう、彼は。2億、意味が分かんない。釈然とはしてないけど、全く釈然としてないけど、2億、2億ってマジ何なんだ、2億って何なんだ。なんであいつ2億要求してきたんだ、何一つ分からないぜ。倉田君840万、710万ぐらい、どうだ高圧的なんだか何なんだか分かんないな。まあ、優勝に抗議しますから2000万でいいか。なんか高圧的なんだか何だか、710万ぐらいどうだってもうちょっと要求するんだったらいいけどね。さあ中性度が上がったか。よしよし。さああとはそっか、アミ君はあれか、2億で4年契約か。
サレス6000万か。なんか1億ぐらいいきそうだけどね、そろそろね。勝負強いとこ。勝負強かったけどね。ブリキック職人の名を欲しいままにして。単年契約。はいはい。9200万。まあな。7000万。そんなに払う必要はないかな。やっぱりフリーキック職人、中盤の要だけども。はい。まあ本人もこれぐらいがね、ちょうどいいかなと思ってんじゃないの。さあ、あとは3人、4人か。リベラーにはかなり持ってくるの。2億くらい持ってきそうだな。2億は持ってくと思うんだよな、素質だけで。ミクリアパターンだろ。480万でいいの？いいよいいよ。480万でいいの？ 1500万あげるよ。2億期待してたから俺。2億で来てるから、その480万って言われたら、その一方お金あげたくなるよね。そうか。あいつ悪いやつじゃねえな。あいつ悪いやつじゃねえぞ。リベラーに。まだイタリアにいるけど。うん。さあ次、中山さんですね。1億。現在1億円。個人タイトルは獲得してません。さあ、どうだい。4年契約を結ぶね。1億8000万。4年で1億か。1億3000万ぐらいちょうどいいんじゃないかな。だいぶアップしてるよ。個人タイトル獲得はいかないと。これ余裕できるな、これな。うん、個人タイトルどこだろうな。これか。 OK、 よし。まあ3000万アップですね。4年契約ですけど。さあ、吉川、外交官。吉川外交官何億だろうな。なんか億きそうだな。外交官どうだい。2900万。うん、外交官2000万でいいな。外交、やっぱ外国手当、外国手当、外交官の外国手当。やばいな、これは年俸で釣ろう。俺らも完全に年俸で釣りましょう。ちょっともうこいつの扱い方分かんなかった今。さあ、桑原さん。桑原さんはもうね、言わずもがな、すごい人ですから。縁の下の力持ちというかね。はい。3年契約、ああ、結ぶね。いいよ。4000万円。もう3400万円でいいやもん。いい、もういい。いいねでいいよ。いいね、いいねで。OK。よし、終了。選手終了。これで次、コーチかな。うん、カーナシャルコーチ以外あんままともな人いねえな。なんでなんだろう。最後に、うん、何しようかな。今季は思い切って師匠とかにしようかな。ちょっとバカにしてる感じいるかな。今季は思い切って師匠で。はい、実績に見合ったやつか。なんだろうな。いやー、これ難しいだろうな。ワールドチャンピオンシップ赤字収益出したら解雇なんか。現実的に考えると割とこれかもしれないね。現実的に考えたらこれを目指したいね。普通にワールドチャンピオンシップベスト4以上目指したいです。今期プロモーションプランもいつも通りのやつでいいかな。財源確保プランでもいいんだけど、まあ、これが一番いいかな。何も考えずにできるし。よし、いいっすね、できてますね。
無事できてますね。無事できてる。無事か。あ、来た。山本慎也。山本慎也監督。佐世保ソーダードの一員になることができました。山本慎也です。このクラブで、ちょい、頑張りまして、しょい。あ、しょい。7番与えよう。青木さんの背番号ですね。監督スタイル。まあ、相変わらずセラピストでいいかなと。セラパー吉尾。さあ、10年目を迎えました。どうしようかな。キャンプだな、とりあえず。毎年のように言ってますけど。あ、この辺行けるんだ。ナポリ。すごいな、トリノ。うん、お、ドイツ。すごいね。ウォルフスブルク。メンタル上げれるっていうのはいいね、でもね。メンタル上げれるのいいな。じゃあ、毎年バルセロナ行ってたから、今年はちょっとドイツあたり行くかい？ちょっと。なんかね、それぐらいがちょうどいいかもしれないね、もしかするとね。今年はじゃあ、J1 優勝したし、ちょっと今年は気持ちよかれ、ドイツで行きますか。で、ドルトムントと戦いましょう。OK。これいいんじゃないかい？なかなかね。楽しいでしょうよ、これ。これ楽しいでしょう。今年はドイツに行きましょう。また来年ね、成績次第で。まあ、バルサはね、確定しないけど、バルセロナと戦うのは結構ね、楽しかったんだけど。うわ、キープでそう。継承うまくいかなかった。はい、頑張りましょう。さあ、J リーグディビジョン1 MVP。ん？これ、いつの話？なんか J リーグ MVP 取ったの？どこでどう取ったの？スパイトも弱まる。ドイツ強化、東ヨーロッパ強化、南米強化、ミュンヘンと友好関係を結べた。ブエノスアイレスと友好関係を結べた。ネンヘラとグランドババから移籍オファー。ユースに大物が見る。中でも世界クラスの呼ばれるユースと盛大な大物。そんな大物来たの？大物来たの？見たいね。大物が来たら見たいね。さあ、どうだ？世界クラブの大物。誰だろうな。タグリってやつかな。濃いなぁ。濃いなぁ。恐れを知らない強気での守備でゴールに鍵をかける。ゴールに鍵をかけるんだね。近藤。うん。中塚。うん。なんだこれ。1-2の3-9。すごい名前だね。1-2の3-9。これなんか元ネタあんのかなこれ。とんでもない名前だけど、これなんかあんのかな。1-2の3-9。不安だなのかな。不安ですね。一体誰なんだろうね、彼はね。1-2の3-9は。何なんだろうね。絶対元ネタあるだろ、あれ。1-2の3-9は間違いなく。じゃあどうしようかな。どうしたもんかな。パンパンだな。パンパンですわ。パンパンですね。なんか期限付き遺跡でもさせようかな。山本あたり。どうしようかな。ミクリアを出して、ミクリア出してみるっていうのも大きいかもしれないな、結構な。どうだろうな。うわ、この辺ちょっと迷うな。海外移籍させるなら、今のところ海外移籍というか、海外に行かせるなら今のうちかなっていう点もちょっとあるんだよね。ってなると、山本かな。どうだろう。どこだろうな。ちょっとこれはわからんな。久々にちょっとこんぐらいの分数で終わってみようかな。
ちょっと送料もしたいし。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。